おはようございます。おはようございます。前回おすすめの駅、はい、いろいろ見まして、ね、うん、初めての方でも枯らさないっていう、はい、うん、それを鉢上げしていくと、はい、いうことで、ここらがベニシタン。そうですね、ベニシタンは5月の頭、4月の終わりぐらいにピンクの可愛い花が咲いて、その後実がついて、実があの秋に真っ赤になるという、そういう種類、見物ですね。オスメスないんで、誰が育てても実がなります。はい、先ちょっと植え替えるやつだけ説明しちゃっていいですか。はい。あとこれはカエデですけどね、あの種まいたやつでちょっと放っておいたんで寄っちゃってるし、うん、形も変なんで、これはこんな感じがどういう風に生鉢に入るか、はい、形がもう少し、変わるというやつ、カエデです。で続きまして、はい、これは野バラですね。もうボサボサ伸びたい放題、これを切って鉢上げするとどう変わるか、どう変わる、はい、でこれは金目ニレケヤキという、ニレケヤキのすごい葉っぱがまあまあちっちゃくて、目出しが真っ黄色になるんでね、金目って言うんですけど、うんうん、これは結構可愛いし手入れも楽です。そうですね、はい、強いイメージがあります、はいはい、こういったものを、まあ、植え替えしていくと、はい、眩しい、いうことです。はい、はい、盆栽世界遺産もいらっしゃいます。はい、お願いします。まずこれは去年の6月に、5月の終わりか6月の頭に挿し木をしたものですね、はい、どうやって挿したかというと、こういう大きな素材を手に入れまして、この曲がりを見てここら辺でカットしてね、この辺でね切って、はい、普通にブスッと、ただの土鉢に土、赤玉土を入れてブシュブシュブシュってやったんで、この下にどのくらい根っこがどういう風に出てるか、ちょっとほどいてみないと分かりません、はい、で切った後がこちらになりますね、うん、ちょうどねこの木の上をこうカットして刺してるんで、だからこういう、まあ、こういう状態、そう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 、だからこの時点でまあ2本にはなってるんですが、これはこれでまたあの静止をしていけばね、かっこよくはなっていくと思います。はい、はい、じゃあこれはいらない、植え替えるのはこれ、はい、これですね、これがどうなるか、まずね、網に絡んでるとあれなんで、網ごと一緒に外しますよ。お、これで1年ですからね。うん、すごい。結構ね、すごいですよ。ね、貼るタイプなんですよ、これ。はい、で崩していきます。問題は、足元がどのぐらいあるか。うん、そう。あ、根はいっぱいありますが、これをちょっと泥ついてんで分かりにくいんで洗いますね。はい、こんな感じで根が出てますね。ここの根はいらないね。ここ、うん、本当はここにいっぱい出てると格好が良かったんですけども、これ1本だけなんで、これ取ります。それでこの、ここも取りますね。そうすると、こんな感じ、こんな感じ。で、これも切ります。はい、切りますね。問題はね、やっぱり埋まってても、この切り口の近くからしか出ないのがはっきり分かりますよね。うん、で、枝があれば枝の横から出るんですよね、やっぱりほら。ここに出てるでしょ？ここに。なんだけどね。だから刺すときに、例えばここから根っこ出したければ、ここの下で切るべきですね。うんうん、で、この枝が枯れてるか枯れてないかが大事なんです。うん、枯れてますね。あ、ダメですね。生きてたら、あれしたら今来ちゃってるじゃないですか、うん、生きてたらどう、生きてた場合は地面より上に上げてあげれば、うんうん、葉っぱが出ます。あ、なるほど。そうすると下枝、うん、でこっち側もそういう意味があるんですけどね。ダメですね。よっ、ということはもう元から取るしかないんですよ。口が白っぽいと生きてる。そうですね、この状態は生きてるんですよね。これはもう諦めていただいて、ちょっと腰高にはなりますよね、やっぱりね、うんうん、刺すときはね、いろいろ考えて刺すんですが、そうそううまく、キニヌールですね。そうですね、キニヌールで保護して、でここもちょっちょってね、あとはまあここで一曲あって、この枝だ、これは埋まってたかな。埋まった枝は大体枯れちゃってる、うん、そういうのはやってみてね、分かることなんでね、うん、あ、ここから黒くなっていくから、これは、ここは、ここ白いでしょ、うん、で、ここに枝っていうか芽があるんで、ここから
光出る可能性がありますから、うん、これは取っときましょう、はい、でよく見るとこの枝がまっすぐ立ってるからこれを取ると、まず1本取ってこう長すぎる枝をこうで、ここがこうですね。であとこれは残ってる枝なんで、こう取ってここで切ると、これは枯れてる枝だわ、これは枯れ枝です。あんまり切っちゃうと花がねなくなっちゃうからね。やっぱ花は先端に来やすいとかあるんですか？葉っぱの元からですけど、うん、やっぱ一番下のところじゃなくて上の方が多くなっちゃうんでね、うん、勢いが強いところなんで、あんまり切っちゃうと今年咲かなくなっちゃうので、うん、そんなもんかな。それでこれが入るわけですが、ここを根っこないとこを少し削って平らにして安定感を、うん、安定感をね。で今の時期でしたらこれをもうちょっと切ります。私はこう束ねて、長い根っこ切ると骨が出るから、うんうん、勢いがほらこっちじゃなくてこっちに戻ってくるんで、まだ、うん、発根する、こっちから発根するんですよ、うん、細かい根の方がいいそうです、ね、うん、細かい根がいっぱい出た方がいいからね、直根よりね、はい、多いのでこんだけ種類があるからどれか合うでしょう、うん、ちょっとね実が赤いんで茶色は避けます。切れば緑とか青、これは磯さんの真ん中ですよ。ただ、種類があんまりない。これもこのサイズだとね、このサイズだと豆ですから、ちょっと合わせてみましょうか。まず一番ちっちゃいのがこれですね、はい、うちの感覚だとこれ、うん、これかな。でもいいですよね、ほらね、うん、上と下のバランスでいうと、まあ、6対4ぐらい、うんうん、これが深みもあるし、うん、まだ根が少ないのでこのくらいのに植えとくといいかな。多分ねこれだと大きく感じる、うん、あの初心者の方はこのくらいで5号ぐらいでね、うん、そうですね、やんないと水がちょっと大変なんですよ、うん、だからこれでもいいぐらいかもしれないね。浅いのはどうかっていうと、これ青ね、浅いのでも合うんだよね、本当はね。直根がないですからね。これ大河くんの鉢、ちっちゃめの持ってきたけど、うん、ちょっと大きいですよ。ちょっと大きい。確かにね、広い、ま、広い感じ、うんうん。あとはこれは好みですよ、うん。自分の水やりの感覚でこのくらいにしとかないと危ないなと思ったら、ちょっと大きめ。で、私は平気よって言ったら、こっちになっちゃいますね。うん、そうですね。そう、これかね、これでね植えた方が、うん、深いので育てやすいですよ。この木、あの結構浅いよりは深い方がいい。根が回るのがすごく早いので、うん、あの浅いとねすっごい乾く、うん、これは花が咲いてから実が止まるまでの間が一番大事なんでね、私的にはこっちかこっちをおすすめします、ね、はい、どうです。僕はパッと見の中で最初は緑がいいかななんて思いました、瞬間ね、うん、これだと豆ですね、うん、完全に豆に入りますけどね。紫も結構いいですよね、うん、これ淡い紫なんでね。そうそう、今回は初心者向けということで、はい、ちょっと大きい方に、これ網大きすぎるみたいな、網大きいと良くないんですよ。根っこが絡んだ時にね外すのがとても大変なんで、うんうん、ギリギリにしましょう、はい。ね、止めますって、うん、こうですね、こう、はい、止まりました。豆のゴロだから一般のゴロとはまたサイズが違いますよ、うん、豆ゴロです、これはね。でこれはマグアンプ系ね、これは必ずうちは入れます、うん、でこれ止めるの大変です、根っこがあれなんで、これはね胴巻きしないと無理です。胴巻きやります、はい、ね、根っこに普通は引っ掛けるんですけど、うん、引っ掛けらんないからこうやって根っこのないところにぐるってこう巻いちゃう、わかりますか、ほらぐるっと、うん、はい、でこの時にこうキュッキュッって縛っちゃダメです、うん、そうすると食い込んじゃうから、うん、これくらいの巻き方だと太くなってくると自然に緩みますからね。一周ぐらい巻いてるんですか、うん、軽く一周ですね、うん、ちょっと
本体を浮かせてる状態で今持ってます、うん、なんでかと土の量がね少なかったんで、ここを飛び出たのはこうやって切っちゃっていいですかね。ちょっと粗いの出します、ここちょっとだけ、うん、あの最初に入れた土がちょっと少なかったみたいで、あとはこの粒ね、これを最初はグラッとします。どうしても胴巻きの場合キュッて止まらないんで、ただ根がすごく張るのが早いので、うん、あとはいじんないでそっとしてれば OK です。本当は生鉢に植えないで1年目の苗木はまた戻すんですよ、うん、根っこの整理して枝整理して、うん、で2年経った時点で生鉢に入れると、うん、根っこ引っ掛けてキュッてできて浅い鉢に入る、うん、今だとこの薄さだと止められないんですよ、どうしてもグラグラしちゃって、うん、まあでもこのまんまでもねそっとやれば大丈夫。これはあの押さえだから別にない人はやらなくてもいいんですけど、うちはやります。で水入れます。はい、やりました。完成。完成ですね。こういう状態になってますね。はい、うん、はい、あとはちょっと苔で押さえてやれば、で、見た感じこの枝強いんですよね。分かりますか、この太い枝、そうですね、これ植えてみてすごく目立つんでちょっと切っちゃう、うん、これがね太くてまっすぐな枝、うん、これが邪魔なんでここで切ります。そうするとあと楽ですよ、あと両脇から出るでしょ。で切ったとこは必ず気になる。でこう見てやっぱりここが長い、これが、うん、これがね、でここから芽が出てますから、これは先端を止めてしまいましょう。これでいいかな。あとこれはこの枝がどう出るかは、うん、あと少し経ってみないとわからないですね。これでまあまあこれ以上切ると花来なくなる可能性あるんで、はい、ある程度残しとかないとね。苔について、はい、苔はねそれ貼れば綺麗なんですけど、全面に貼っちゃうと乾いてるか乾いてないかがわからないことがあるんですよ、うんうん、苔に覆われちゃうと。で植え替えたて、そうそう、土の具合がわからないんで、植え替えたての場合はまあ貼るんだったら全部貼らないでちょこっとちょこっと貼ります。ちょこっとでも土の乾きは遅くなりますか。なりますね、少しね、うん、大地見た目可愛くなるからお客さん的には貼りたいのね、うん、植え替え後は乾きやすいと、うん、乾きやすいですよ、最初の1週間で、うん、あのだいぶ気づくと思いますけど、最初の1週間が枯れるか枯れないかのあれです。その時すごい暑くてカンカン照りで、それで乾いたまんま放置したらもう一発ですね、うん、こうやって根元を押さえとくとね楽なんですよね、動かないしね、このくらいにしとく、うんうんうん、そうするとよくわかるから、土も見えるように、うん、ね、で見た目もあの可愛らしくなるじゃないですか、うん、ね、そのうち苔勝手に増えていっぱいになっちゃいますからね、うん、全面に貼る必要はないんですよ。用途が新しくなるからその分乾きやすくなる。そう、根っこがあの、うん、吸い上げる力がすごいんですよね、新芽が出るとき、うん、植え替えのときって新芽が出て新しい根が出るんで吸い上げる力が異常に強い、うん、逆に真夏の方が乾かないんです。このサイズでも同じですけど、うちは4月の水やりは3回から4回、うん、これはこのサイズはで、真夏は2回です。休眠しちゃうっていうか、植物が成長期が終わって疲れてて、うん、あんまり吸わないんですよ、うん、夏は、うん、そうだから、はい、うん、もう3月4月の水やりは要注意です。はい、要注意です、ね、はい、こういう状態です、はい、ってこんな大きいポット入ってますねって、まずね枯れ枝がいっぱいあるんですよこれ、うん、触ると分かるんですけど、ほらわかるかな、ポロ、本当だ、取れるんです、こう触ると、うん、ほらほら、これはね細かい枝はね枯れちゃうんですよね、この木は。
だから回転させながらまず触って取れるやつは取る。ほらポロポロいくでしょ、うん、普通のニレケヤキも一緒ですよね。うん、そう、ニレケヤキって細かい枝枯れんのね。大葉の方も同じですよ、うんうん、ケヤキはないね。ケヤキは枝が枯れることはないんですよ、うんうん、ニレはねこれ特徴なんです。だからざっと触ってこういう枝、こんなのも取れるしね、ああ結構ポロポロ取れるんですよ。要するにうんと細い枝はね改めて出るのが多いんですよね。その代わりこういう元から全部枝が出るんでね、こう、うん、でそう触って折れないやつは生きてる。まず装置が第一。これでずっとやったらば抜いて、はい、ボコッとボコッといきますね。でこれ根が結構あるんでね、落とすの大変なんです。これがね怖くてできない人もいるらしいけどね。うん、そうですね、うん、そこからやるのね。上を落としたらまずそこをね、うん、こうほじくってみて真ん中だけ残してそこを取っちゃうと今度上からもう一回やると落ちやすくなります、うん、すごく。で大変だったらこのくらい落としたら洗います、はい、洗うと土結構取れるんですよ、ね、で手でちょっと揉むような感じで根が相当張ってますから古い土落ちませんのでね、ザバ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 、はい、こんな感じで、でもまだポットの形が残ってるんですよ、ね、うんうんうん、それでまたやるの。ここの根っこがすごい絡んでる絡んでる。春はこのくらい手でこんなことやっても全然平気ですから、はい、はい、これでほぼ取れました土が、はい、あ、はい、こういう状態です。うん、ぐちゃぐちゃだね、うん、元気ですね。うんうんうん、でまずねこの長い根っこ、ほらこれがこう来てこっちの方行ってるでしょ、うんうん、でこんなのいらないからここで切るでしょ、えい、ここで取れますからね、ほらもうってほらこんな長い根でしょ。でこれも切る、これも切る、うん、分かんない場合は両方切る、うん、でもあとはバツッと、これ太根ですね、ここにあるね、はい、太いの、これも切る。基本は太い根を切って、うん、そうですね、長くて太い根を切ってしまえば、あとは底根も、うん、底根があったらね、あったら切ります、ね、でもあんまりないんでね、この木、うん、ほらまっすぐの、こう出てる根っこがないんですよ、はい、それぐらいか、これでも切りますね、あったら切ります、はい、こういう状態でしょうか ね、 こっちね、はい、だいぶ切りましたけど、はい、春なんで大丈夫です。まだ芽も出てないですね、うん、でこの時点で根っこの整理といえばこの根っこ、こういうのは取って、であとこの木の一番の問題点は、うんうん、この枝、他の枝より太いんですよ、ごついんですよ。これねどう見てもおかしいのでこれ取っちゃいます、うん、どこで切るかなんだけど、枝がこの辺のはもう枯れてるの、ね、うん、でやっぱこの枝こいつ生きてると思うんだよ ね、 いますね、はい、生きてますね。ここの上ですね、ここ元の生きてるところの、うん、より上ってことですね、うん、そう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 、この下枝、ここに枝を残して、うん、ここで切ります。あ、飛んでったで切り口ちょっと斜めにして、これでこことこことこことこの枝あたりで作っていくって形になりますかね。でね、この滝に塗る、うん、これは大事ですよ意外とね。でこれが1個処理ができたと。それぞれの木の長さね、これ長いんですよね、うん、これ長いでしょ、これこれを切る、この枝がね、うん、問題、うん、これ意外とない方がいいと思うんだ。ちょっと切ってみて、うん、やっぱない方がいいな。これはあるかないかって決めるのは本人の趣味なんで、うん、ここのところはね別にね全部切れとは言いません、うん、あとはね先っちょこうまっすぐ立ってるじゃないですか、この枝、この枝ね、これ、うん、こういうのをで大体全体をこう切っていく。で強い枝切るでしょ、うん、長い枝切る、切る、要は輪郭ですか。そうですそうです、輪郭を揃えるっていうのと、そうですそうです、太いやつは短く詰めつらい。そう、あとこれか、この枝とこの枝が交差してるんで、うん、こっちの枝取っちゃいます。わかるかな、うん、ここここ、これとこれが交差してるんですよ、
でこういう枝はね伸ばすと大変なことが起こるので、もう元から取る。でこれが強いから切る。まああとはもう長い枝をちょっとずつ切ってあげるっていう感じで、うん、静止でもうあれですよ。植え替えは枝を切るタイミングでもあるのかな。そうですね、ですね、冬場にねできなかった作業ですね。葉っぱを切った分根っこも切れるし、でこれが長いからこう切って、うん、ニラケヤキはね胴吹きしますからね、変なところから枝出ますからね、うんうん、そういうのあったらすぐ取んないとダメですね。太らせちゃうと傷になるしね。座敷も取り木も成功しやすいから、うん、そう刺してもつくしね、うん、これなんかもう例えばここで取り木をかければ、うん、株立ちになるんですよ。できますね、うん、この枝抜かしてねやってここで取り切るとね、うん、そうするとね価値がぐっと上がるんですがね、そこまですると来年まで売れないので、うん、うちはこれでこれでもほらね初めての人にしちゃこう曲がってるし ね、かっこいいじゃないですか、ね、これでやりましょう、はい、じゃあそうするとこの木だと盆栽風にするんなら角鉢が合うんだよね。やっぱり欅って感じでこうくねくねって曲がってる、うん、こうなると、うん、こうなると、うん、上級者になる。この形上級者レベル、こっちになるとねギリギリですからね、うん、これかっこいいでしょ。このサイズだとそうなっちゃう、うん、だからこれだとちょっと大きくなるね。これは初心者でもないかな。でもちょっとちっちゃいぐらいですよね、うん、このぐらいの出物でも深いから、うん、合わなくこれぐらいならいけるか。葉っぱ出るとねここがほらすごい派手だから、うんうん、出物でも全然平気、はい、こんな感じ、ね、で丸でやったらちっちゃいですよ。もちろんちっちゃいんですけどこれじゃちっちゃいか、うん、やっぱり、ま、丸より四角のが合うと思う。これは、はい、このくらいじゃないと初心者にならない。結構だから売店とかで売ってる盆栽ってこのぐらいのサイズの鉢に入ってる。そうです ね割合からすると上に対して下がでかいから、うん、6対4になっちゃうからね私は好きじゃないんだけど、うん、このくらいならこれはちょっとちっちゃいからね、うん、このくらいならまあいいかなみたいな。出鉢で出鉢もったいないんだけどね、はい、待ってね鉢の方が高くなっちゃう、うん、これこのマーク付いてる。あ、何それ瓢箪。瓢箪ですね。瓢箪のマークがついてる昔の出鉢だからこれ使ってない新品なんだけど、多分昔買った人が取っといたやつがうちに入ってきたんだと思うんだけど、今これ作ってないから誰だろう。どっかの型鉢だよこれ。型鉢ではあるの、うん、古い型鉢で今出来だとねこの横幅とこの縦の割合が今はこれだからほら、うんうんうん、ちょっと長いでしょ横に、はいはい、これ古い証拠ですよね。もうちょっとこれがねここが深くなってこれが短くなるから、これは現代鉢ね。可愛いからでもだからといって取っといてもあのお客さんが買うだけなんで、うん、埋めちゃいましょうか。じゃあ上からは基本的に全部一緒だと思うので、はい一緒です。ちょっと省略します。ここに巻いた根っこがあるのに見つけました。これよくない、よくない、よくないですよ。これ太ってくるととんでもないことが起きますので、これをこいつが巻いたんだけどこうやって切っとけばここからまた出ると思うので、うん、巻き根を取ったら根がちょっと細く見えるようになったということで石をつけようという流れになりました。石は固定させないんですか。石は根っこに絡ませて、あ、絡ませて固定。ここにこういう石を拾ってきました。龍眼、うん、龍眼ですね。龍眼のちっちゃいくず石、はい、で、この足があるじゃない、これ、はいはい、根っこ、はい、とここのへっこみにかませるんですよ、うん、だからちょっと土を一回落とします。少しやりにくいので、ね、そうすると根細が気にならなくなるはず。ちょっといいですか、実験ね。薄くないと入んないかなっていうのがあるんで、ね、うん、このくらいじゃないと気になるかな。こうだな、あ、これならな多少なんとかなるかな。ちょっと実験的にね、こういうふうにこの足根っこにね石を固定させて、うん、ここのちょうど細いところを石で隠す状態です、はい、でこの場合根っこが外れないようにアルミ線で止めますけど、下から引っ張ると、うん、
ここ出してこの根っこに引っ掛けます、うん、この場合ね。こんな初心者でこんなことしないと思う、うん、しないと思う思うんですけどまあね、うん、ついでだから、ついでだからこういう方法もね、うん、こういう感じでね、うん、引っ掛かったらねこうやって止めとくのね、うん、この場合もう縛っちゃダメですね。 U の字じゃないとね、あの、うん、縛っちゃうと根っこ太れなくなっちゃうんで、でこの骨取って、であとはさっきの続きで土を入れます、はい、石の使い方みたいなでもいいですね、この石もいいですね、穴開いてて、うん、面白いでしょ、うん、こういう石ねあったらね買っとくといいですよ、うん、すぐ使わなくても石なんで腐らないですから、手入れもいらないから庭に本投げとくとか、カゴに入れて置いとくとか、うんうん、まあ、あの雨風にさらした方がいいです、こういうのはね。ね、こんな感じ ねありますね、うちはよくやりますよ、うん、要するに買っちゃった苗木を無駄にしないことですよ、うん、あこれやだって思ってもなんとか考えてかっこよくしてあげる、うん、今孫にも衣装みたいな、ね、これで、あの全然雰囲気変わるでしょ、うん、出た、ね、じゃ水入れますか、はい、はい、なんで苔張っちゃったらあれですよ、庭園ですよ、庭園、庭園苔も張って完成ということです。この鉢やっぱいいわ、うん、風景がね、うん、出ますよね、古いやっぱり横に長い鉢は、うん、こういう木には合いますよ、空間がここにできたから、うん、ね、石があってね、うん、ここになんか置いてもいいなみたいな天杯確かにちょっとね、うん、木を見上げるようなとか、ね、そうそうそう、うん、ちょっとなんかあると可愛いかもしれない、うん、というわけでちょっと尺が足りてると思うので続きは次回と、はい、ということになりました、はい、ご視聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。盆栽世界は4月5日発売、4月4日ですね、4日発売です、はいはい、そちらもよろしくお願いします。はい田口さんがね、ビーボーイ、うん、これぐらいじゃカラスって言うんだよ、あ一般的にはね、うん、これかこれかこれ、これとこれ同じサイズだからね、色違いでね、うん、でも大きいですね、でもで僕植えてほしいのこれです、ですよね、うん、俺もさっき鉢合わせ、これかっこいいの、すごくすごいかっこいいけど、でもそれだとあの種子に合わなくなっちゃう、盆栽世界的にはちょっと小さい、でも写真写りもいいですよね、かっこいい方がいいですよまあまあね、だけどこれじゃプロ仕様だから、だから確かに、あの一般の人はこれぐらいに植えてください、動画でやればね、ね、はい、はい、じゃこれでいいんじゃないですか、これ入れましょうよ、ええあっちに入れるんですか、そっち、ダメか、いいっすよ、いいっすよ、これだったらこっちの方が合うと思うけどね、うん、ちょっと分割大きい分浅いからね、これ合わないんだよ、はい、こっちの方がまだマシ、うん、これかこれだよ、それかそれなんですね、あの素人さん向けだとこの辺がちょっとプロ級で、そうだよ、どれがいいかな、これから葉っぱ茂りますからね、そう、茂るんで、幅に出てくる、あの一回り大きくなります、大きくなりますよこれがいいか、これの可愛くない、葉っぱ綺麗だから緑もすごい映えるし、別にあれですよ、何にでも平気、ただ紺色はあんまり合わないかなってちょっと思った、葉っぱがあの派手なんでね、これね、はい、編集長選んでください。いや、この白は確かにちょっと大きい気もしますね。うん。じゃあこれにする？デーバチです。デーバチで。デーバチもったいないんだけどね。デーバチもったいない。鉢の方が高くなっちゃう？うん、これ。このマークつ。ああ、何それ？ひょうたん？ひょうたんですね。